こんにちは、古美術文大の谷部です。当社は広島県福山市を拠点に、中四国にて、骨董品の買取鑑定を行っている会社です。こちらの動画ではお客様からお買取した商品を、ご紹介をさせていただく動画となっております。はい、今回ご紹介する商品なんですけども、明治期のものなんですけども、加賀九谷ですね、九谷焼ですね、九谷焼の名工林屋さんというところが、作成されている急須ですね。もうここの林屋さんの特徴はとにかくもう絵付けが細かい緻密なところですね。この金彩の絵付けがですね、もう一つ一つ一かき一かき丁寧に描かれているこちらの作品というのはですね、まあ、見るものを魅了すると言われているようなですね、非常に、いい商品ですね。はい、じゃあこういった形でですね、お買い取りした商品の、紹介をこの動画では、させていただいております。また骨董品をお持ちの方でですね、鑑定をしてほしいとか査定をしてほしいとかっていうことですね、あればですね、こちらまでお電話いただければ、お伺いをさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。